日本ピルバロンは日本の元競争は、2018年の中山大障害に優勝した。場名の意味は冠名断尺。2012年12月8日阪神の2歳新馬戦でデビューし2着。初勝利は翌2013年3月9日中京の3歳未勝利戦で6戦を要した。3歳シーズンは13戦して2勝という成績であった。 4歳シーズンは勝ち星を挙げられず、5歳シーズンとなった2015年も、勝ちきれないレースが続いたが4月26日福島の4歳、以上500万下で1年8ヶ月ぶりの勝利を挙げる。しかし、その後は惨敗続きとなり、7月25日の駒場特別12着を最後に障害入りする。11月28日東京の障害未勝利戦で、 初勝利を飾ると、翌2016年の中山新春ジャンプステークスから、阪神ジャンプステークスまで5連勝を飾った。11月12日の京都ジャンプステークス2着の後、屈エ園を発祥して1年以上の休養を余儀なくされる。2018年3月24日のペガサスジャンプステークスで復帰し2着。4月14日の中山グランドジャンプでは、 おじゅうちょうさんの3着に入るも、脚部不安を発症。中山グランドジャンプからのぶっつけで挑んだ中山大障害では、後一位層から3から4コーナーで先頭に立つと、最後は大勢ドリームとの競り合いを花させして JGI 初制覇を飾った。2019年4月13日の中山グランドジャンプでは、おじゅうちょうさんの6着となるも、再び脚部不安を発症。 左前つなぎ部浅く県園と診断され、9ヶ月以上の休養を要する見込みであることから、現役続行を断念。同月19日付で競争場登録を抹消された。引退後は、鹿児島県霧島市の霧島高原乗馬クラブで乗馬となる。2020年に引退名馬つなぎ用展示事業の女性対象場となった。以下の内容は netkeiba.com の 情報に基づく、ありがとうございます。